宮崎にホームラン打たれますが、小谷さん、その後の3回以降は見事な修正能力を秋山見せましたね。レフトへ上がった、大きな打球だ、ボールの右ならもう完全にホームラン、どうだ、入った、絶好調宮崎、タイムリーツーベースの後はホームラン、レフトへ打球上がっている、フェアかファールか、スタンドに入ったホームラン、宮崎今シーズンの第3号、ホームラン、浜野空間の一振り、宮崎からこのボールを捉えてライトスタンドへ、今季第5号のホームランはサヨナラホームラン、3対2で横浜 DeNA ベイスターズが広島東洋カープを下してこの3連戦カード勝ち越しを決めました。ノーアウトランナー1塁、高く上がったレフトへの打球はぐんぐん伸びて同点のホームラン、宮崎の一発が出ました。3番宮崎、第8号のホームランです。3回の表ベイスターズ追いつきました。これが際どいところビシビシ言ってましたが、変化球を打ってこれはレフトの上空、今日2本目、宮崎の今日2本目、第9号のホームラン、8回の表、4割打者宮崎、さすがのバッティングです。今日はツーランを2本、第9号ツーランホームラン、14対7。今日もベイスターズに一発が出ます。宮崎がレッドスタンドライトシーズン第10号、宮崎もご注目かけた、乗せました。レフト上がっている、下がるレフト、下がって、ファウルか、ツーランホームラン、ベイスターズ2点を追加します。この回一挙6点、アマスター初見山の佐々木朗希、宮崎も打った、ライトへ、大きいぞ大きいぞ大きいぞ、入った入った、今シーズン佐々木朗希が打たれた初めてのホームラン、宮崎が打ちました。マーキー宮崎、宮崎2試合連続13号。この宮崎の一振りが同点に追いつく17号のソロホームラン、ソロホームランで2点を広げた後、今日復帰の宮崎にもホームラン、2者連続ホームランになりました。変わったビーディーからこの一発、低い弾道でレフトスタンド、ツーランホームラン、今日は4打点の活躍、